んにちは、アリサです。今からアリサのヘタボクの中身紹介をしていきたいと思います。そしてこの筆箱なんですけど、これはサンキューマートで購入したものでデコりました。その動画もアップされてるのでみんな見てみてね。それでは紹介していきます。まずは筆箱はこれ、サンキューマートさんで購入したものでデコりました。イニシャルの A。 じゃあ開けます。せーの。ちょっと待ってね。じゃじゃーん。じゃあ紹介していきます。まず1つ目、2つ目というか4個ね。じゃん、ガールズハウスさんで購入した鉛筆です。このミルクのキャップは今も流行ってるよね。で次がじゃん赤青鉛筆、これはダイソーさんで購入したキャップです。で赤がちっちゃいあと長い青鉛筆、じゃん、ネームペン。でも今度ね、可愛いネームペンに変えるよ。定規3本。まずこれがラブトキシックさんで購入した定規、これね前紹介したかな、あのキラキラの筆箱の中に入ってたと思います。キャンドゥさんで購入した定規、100均だね。これはエメラルドグリーンとピンクもありました。で紫、最後じゃじゃん、ウィゴーさんで購入した東京でね。でこのね、この素材、この金の素材、曲がらないし縮まないから正確な長さが分かります。鉛筆削りです。これはここでねピンピンさが変えられますピンピンさが変えられます。こんな感じでくるくるくるって。これもピンクもあったけど水色、その時は水色が好きだったからね、水色を買いました。最後はじゃじゃん、付箋。これはね三日月桃子さんで購入した付箋を2個買って、それをねペタって貼った。あとミルクもここにある。以上です。ということで今回はアリサの筆箱の中身紹介をしました。で、アリサ疑問になることがあるんだけど、家用と学校用の筆箱を使い分けてるのかなっていうのが気になってて、テアランズの子たちはどうなのかな？コメント欄で教えてねー。